ずい。これはマンティスが出せる。これはマンティスが出せたぜ。オッケー、やっとマンティス、やっとマンティス、ポーン。コールオブデューティーブラックオプス4やっていきましょう。レノンです。ということで、お久しぶりでございます。久々の動画です。ということで、今回はですね、こちら DMR、 こちらの武器単発銃でございます。タクティカルライフル単発銃でございます。ですが、このオペレーターモッドのこちらダブルタップ、こちらをつけますと2連バーストって言えばいいのかな、の2連バーストか2点バースト、2点バーストになります。この武器、大口径やね、大口径2をつけるとヘッドショット入れてしまえば2発でね、倒すことが可能でございますというね、めちゃめちゃ強い武器です。はーい。ということで、今回はこのオペレーターモッドダブルタップをつけた、DMR、 こちらを使ってニュークタウンやっていこうかなと思います。それでは行きましょう。待って、花沢さんいるんだけどちょ、見て見て、画面の右下、あ、右下、花沢さんいるんだけど花沢さんのエンブレムしてる人いるんだけど、イサナくん、ニュークタウン、ただいま、武器レベル2倍経験値、武器 XP か、武器 XP2 倍来てるんで、ぜひとも皆さん、日頃使わない武器のね、レベル上げちゃってください。ということで行きましょう。エイジャックス減ったな。あの、タクティカルマスクが強くなったことによって、ナインバーンがかすくなった。で、あと、盾もね、そんなめちゃくちゃすぐたまらなくなったらしい。確かね。エイジャックスが減りましたね。ということで、初動はまず2階を見ているんですが、2階に全くいないと。どこだ、敵。敵さんどこ？ちょ、とりあえずもうあれよ。あれよ。あれよ。たくさん、キルストリック出して、俺アシストしていきたいタイプの人間です、俺は。アシストしていけ。キルストリック出したいよ、俺は。いすぎじゃないか、それは。まあ、せっかく今回は、マンティス君と、嘘、マンティス君と、戦闘ヘリ君持ってきたんで、そこまでね、つなげられれば、相当、めちゃめちゃいい、めちゃめちゃいい、流れが作れるかと思います。嘘だろ、壁抜けも何もしないってか。まずい。逃げさせてくれ、危ねえ。ということで、右側見てきました。絶対こっちから走ってくる。いるな。ナイスカット。奥にもいるぞ。オッケー。一応スカベンジャー君を持ってきた。いる。絶対来る。ナイスカット。ん？どこだ？まだ来てるやん。なんでやれないんだよ、それが。敵何使ってんだ、あれ。なんか SR っぽくね、なんかすげえ SR っぽいんだけど。どこだ、あ、いたいたいた。ナイスカット。なん、こいつ何使ってんだ、マジで。俺の今日の目標はマンティス君を出すことだ。オッケー、待って、やけど追ってっから、やけど追ってっからさ、ちょっとあんまり前に出れない。出てこい、早く敵。ナイスカット、味方うまいね。ルーズイング、オーマイガー、それはやばすぎん。リスが変わってんのか。ナイスカット。味方がカットしてくれたけど、前押ししてる味方がいたり、してない味方がいたり、なかなかあまり連携がよろしくない。連携がよろしくないな。そしてね、しっかりと頭を狙っていきたい。危ねえ、あいつ SR だぞ。リロード。そしてここで巻き込んだ、死んでる。まずい。あ、どこ、マジで。オッケー。まずは言えべ。こっからのマンティスにつなげていけ。まずい。死にたくないくそ、最近ね、スライディングをしてるつもりで、そのままね、しゃがんじゃうってことがあるんで、そのせいで、なかなかね、なんだっけ、フラグ避けれない。クラスターグレネードか。クラスターグレネード避けられないんだよな。それはまあ僕がしゃがんじゃうっていうその弱点があるからなんですけど、しゃがまなかったらいけるんだよね。しゃが、いるな。ナイスカットすぎる。やばい、俺はタクティカルマスクをつけていないんだ。どっか来る。
やれなかった。もったいないあれは、マジで。そこにいるぞ、そこにいるぞ、そこにいるぞ。まずやれなかったか。くそ。あ、ユーブス先輩待って待って待って。やべ、全然マンティス出せねえ。あ、ユーブス先輩、ユーブオンライン。くそ。俺に、マンティスを出させてくれ。オーマイガーで。正面の敵に集中しすぎないことが COD の戦略。そう。COD でいかにキルするかは、目の前の敵に集中しすぎないこと。周りを見よう。周りを見ていこう。俺殺されとるとこ映されとるやんけ。ということでやっていきましょう。初動は、まあ一応この窓を見るっていう僕のルーティーンと言いますか、そんな感じで毎回ニュークタウンやってるんですけど、っていうのは、こういうこと！こういうこと！初動出てきたやつを俺はやるぞ。もう一回倒しに来るんじゃねえか？来ないか？待って、CUAB のせいでマジ、敵がわからん。CUAB のせいで敵が見つかりませんが、どっか。シャオラー！オッケー。叫んでけ？もう COD はいかに叫ぶか。うん、もう COD はいかに叫ぶかだよ。喜びをあらわにすることが大事。ちょ、顔出すってマジで。あぶねえ。はい、ユエブオンライン。そして、待って、後ろが来るぞ、これ。どこだ？ワン、ワグラン！ナイスカット？あ、ナイスカットすぎる！まずい、これはマンティスが出せる！これはマンティスが出せたぜ！オッケー、やっとマンティス？やっとマンティス、ポーンイッとして、そこからの、待って、味方がまさか、味方がまさか戦闘兵出してるかな？俺も戦闘兵出したいんですけど、あと1キルすれば戦闘兵が出ます。待って、集中していけ。裏からだ。待て、あと10パー。ナイスカット。 K9 のおかげで戦闘ヘリが出ました。 OK、 いくぞ。戦闘ヘリオンライン。まずい、腰打ちが当たんなかった。まあしかし戦闘ヘリ、そしてマンチスまで回せたんで、相当なキルが稼げるんじゃないかなと。よし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 、調子が上がってきたというか、調子が上がってきたと言いますか、乗りに乗ってきたと言いますか、すごい楽しいぞ今。そう、 COD はもう無双できている時が一番の快感、一番の楽しいところです。ということで、まあ、全然まだまだ時間もありますんで、もう一発マンティス君ためちゃいたいところなんですけれども、味方じゃね、敵がいねえ。あ、いるわ。いっていっていてててて、味方じゃね、敵のリスが全然わかんねえ。敵のリスが全然わかりませんね。オッケー、ナイス、いいよ。もう一回 AV まで貯めよう。もう一回 AV まで貯めて、そしてもう一回、なんでそういうリスするの？今のはマジでおかしい。リスポーン狂ってやがるぜ、マジで。ま、わからんわからん。敵どっから来てんだよ、マジで、ほんと。こっちなのか？いるじゃん。え、わからんわからん。お、挟まれてんのこれ、まさか。挟まれちゃってたりする？いるんだよね。いるんだよね、おかしいけど。おー、くそ。まあ、しかし、マンティスがまだ生きている。戦闘ヘリは死んだか。戦闘ヘリ死んでしまった。まあ、しかし、もう一発出せって話よ。もう一発出しちゃえば、OK なんですね。もう一発、戦闘ヘリを出しちゃいたいと思います。よしよし、いけるぞ。頑張れ、俺。ナイスカット。待って、後ろが来る。OK。窓ポジいるんじゃない？窓ポジ。いないか。なんでこんな裏に敵がいる？なんでそんなに裏に敵がいるんだ。待って、前押ししていい、これは。全然。なんだあのスピード。 OK、 いいよいいよいいよ。リロード。完全にもう抑えられてるね。敵がちゃんと抑えられている。ナイスカット。え、なんかスレッシャー出してるやついない？え、もう完璧じゃん。まずい、後ろ。ナイスカット。あ、弾がねえかな。あるわ、弾あるわ、弾あるけど。よし、UAV 溜まった。マンティスもう一回出したい。あ、終わってしまう。いや、いいっすね。45キル11です。いやー、僕にしては相当いいです。はーい。いやー、多分ね、興奮しまくってちょっと言ってることおかしかったかもしれない。そこはごめんなさい。しかしこの DMR の強さ、そしてニュークタウンでのね、高スコアストリーク、高キルストリークの、まあ戦闘ヘリとか、
マンティスのね、まあ、狭いマップだからこその強さが見せれたんじゃないでしょうか。ということでご視聴ありがとうございました。ぜひともチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。皆さん DMR 使ってみてください。そんちゃん、またね。